任天堂。早い。実に早い。マリオシリーズ初の主役となったルイージーを待ち受けているのは、真っ暗な森の奥にそびえ立つ不気味なお屋敷。先に来ているはずのマリオの代わりに現れたのは、なんといたずら好きのお化けたち。一体マリオに何が起こったのか。気が小さく怖がりなルイージーが勇気を振り絞って繰り広げる痛快ドタバタホラーアクション、ここに登場。マリオ兄さんどこに、というね、後ろのパッケージがありますね。ルイージーマンション、さあいいね。ルイージーマンション3が出ることで、ね、ということで、ルイージーマンションをちょっとね、実は実況やりたかったんですけど、ちょっとタイミング どこでやろうかなっていう感じでね、あったんですけど、3が出るっていうことで、もうやるしかないというね。はい、やっていこう。で、なぜか知らないですけど、もう何年前だ、これが出たのが、2020年ぐらいかな。2001年か。2020年は未来だね。2001年に出たということは、2001年に、のデータです、これは多分。おそらくですね。誰のデータかさっぱりわかりませんがね。まずオプションを見ていこう。明るさ、明るさ、オッケー。よーし。じゃあ、データ2。誰かやってる。じゃあ、データ3からやっていこうかなとは思っております。セーブできるかな、大丈夫かな。これさっき見たよ、さっき見たよ。痛快ドタバタ、ホラーアクションなんよね。このね、ルイージーマンションはね、実はこの発売当初はですね、すごい不人気で、ゲームキューブ自体が不人気だったから、ルイージーマンションも売れないというね。ゲームキューブと同時に出たんだけど、全然売れないっていうことで、ルイージーを最初に主人公に出したのは失敗だったっていうね、このゲーム。けど、中身はめちゃくちゃ面白いというね。だから2とか3とかは出たというね。あと、後の評価というね。本当は面白いんですよ。ただ売れ行きがすごい悪かったというね。で、2は売れ行きが多分良かったんですよね、多分。DS だったから。まあ、2は僕やったんですけど、あんまり面白くなかったっていうね。でも3は多分今回面白いと思うんですよね。絶対面白いと思うんですよ。なんかもう、2やってなんか、これじゃない感がすごかったんですけど、3は絶対面白いはず。さあやっていこう。てか、ホラーゲームって、やっぱり、イヤホンとか、そういうなんか自分の世界に入らない面白くないかなとは思うんですけどね。さあ、どういうゲームだったかな、さあ、あれ？おーい。あれ？あれ？おーい。コントローラーが動かねえぞ。よし、動いたぞ。ですね、まずは武器を取っていかないといけないんですよね。武器がないことには、あんまし意味ないけど、こいつ歩くの遅えなー、ビビりすぎだろ、ルイージー。あ、このシーンね、こういうのね、いい。これがないとホラーじゃないね。うえーっとよね。うぅ、なんだよ。お化けか。もうお化けか。もう、見てわかるじゃん。どこの鍵だい？ここです。わかりやすい。親切なお化けだな。マリオ。マリオ。ああ、これこれこれ。このね、これこれこれ。で、入っていこう。2階、はい。開かない。で、お化けが大量に出てくる。ルイージ死亡みたいな。開けた瞬間に、開けた瞬間に、ゴキブリがこう飛んでくる。一番怖い。お化けより怖いわ。おー、いいね。これが2001年っていうのがすごいよね。もう18年経ってるっていう。おおおお、オリバー。ああああああ、弱い。力がないから
もっと力つけろ、まあ頭だけでよ。こいつ名前ないっけっけ。ジミジミケケ。あ、こいつな、なんかめっちゃ喋ってる。あ、どっこいしょっと。いやー、最近の年のせいか足腰が弱くてね。このおやま博士というものが引き無理さんをしておったわい。それにしてもこのお化けどもやはり日に増え続けておるな。こんな物騒なお化け屋敷に君は一体何のようじゃ。そっか、これ喋らんもんね。おやまとかしか言わんもんな。ルイジーとかも、わー、やばいやばい。どんな声だっけ。そこの君ボサッとしないで、ひとまずわしについてくるんじゃ。はい、ここね。そうか、君の名前はルイジーというのか。ここで会ったのも何かの縁。今後ともよろしくな、ルイジー君。ん、そんなことよりここ一体全体何なのか教えてくれじゃと。ここは日夜お化けの研究に明け暮れているこのわしの住みかじゃ。またの名を小山博士の研究所、通称ラボじゃ。それはそうと、突然あの屋敷をプレゼントされたというのはおかしな話じゃったな。君にはあれが本当に屋敷にでも見えるのか。わしは二十歳の頃からここに住んでいるかわかるか。あんな屋敷はついこの間まで影も形もなかったんじゃ。狐にでも化かされたんじゃないのか。夢かはたまた幻かわからぬこんなお化け屋敷をプレゼントされてもちっとも嬉しくないなと。お前二十歳からここに住んでんの。もうすげえな。そういえばこの前も君そっくりで赤い服を着た若者を見かけたが、若者27、26、27で、若者か。話しかける間もなく屋敷にすっ飛んで行きよったが戻ってこないの。あれも夢か幻だったんじゃろうか。アイドル？なんじゃと？あ、ルイジーマンションのこうマリオが最初に行った時のこのマリオの操作をやりたいな。だけどもう負ける前提なんだけども、いろいろこうやってマリオ頑張ったよで、ルイジー、マリオ負ける、そっからのルイジーが来る、はい、この物語スタートみたいなね。そういうの欲しいね。それは君の兄さんか。おお、これは偉いことじゃ。お化けと戦う術を持たないのはお化けどもの絶好の標的。早く兄さんを助けていくのじゃ。わかった、わしが一肌脱ぐ、お化けのあしらい方を教えてやろう。ついてくるんじゃ、ルイジー君。ウィヤフー。おい、操作ね。操作覚えます。いや、任天堂ってコントローラーを、なんか毎回変えてる気がするんですけど、このゲームキューブのコントローラーって、思うんですよ。完成されてますね。これが一番ね、しっくりくるんですよね。プレステ2からかな？完成したのは完全に。あれもいいっすよね。あれも完成されてる。これも完成されてる。なのに、任天堂変えちゃうんだよね。まあ、出してくれるんですけどね。さあやっていこう。それをわしが配達した掃除機、その名も、とどろく、バキュームじゃ、おバキュームじゃ。いろんなものを吸い込むことができる。まずは試してみろじゃ。R トリガーを吸い込むには、あ、これチュートリアルは、カットします。よーし、さて、じゃあ、屋敷に行ってきまーす。ギャラリーってなんだろう。まあいいや。さあ行く、気をつけて行くんじゃぞ。よーし、わかってるよ。ルイジは喋んないからね。近いな、家近いな。そんな家近くに。怖っ。引っ越せ。でもこれあれなんだよな。森の奥にそびえ立つだから、森の奥にようこんなとこに家建てたな。こんにちは。シク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 、どこ行っちゃったんですか、マリオさん。シクシクシク、ルイジさん？あ、やっぱりルイジさんだ。まさかこんなところで会えなんて。はぁ、助かりました。私ですか。マリオさんがルイジさんにお屋敷があった。と出て行ったきり帰ってこないので、ピーチ姫に頼まれて様子を見に来たのですが、そこら中お化けでいっぱいですし、マリオさんはどこにもいないですし、もはや私はどうすることも。お願いです、マリオさんを探してきてください。このままとピーチ姫がどんな悲しみのことが。僕に任しておけ。さよならっていうのがあったけど、ひどいな。うわ、ありがとう、ルイジさん。なんだか気分が明るくなってきました。おー、明るくなったな。ああ、何か私もお役に立ちたいです。そうだ、せめてこれぐらいのことはさせてください。おー、セーブできる。あ、キノピオがセーブか。
お、セーブできたね。お、よかったよかった。ブロッカーってよかった。いつでも私を話しかけてください。よえ、わかったよ。これ、確かね、何でも吸えるんだよな。これをこうした、あ、はいはいはい。で、こういうところも、これも全部吸えちゃうんですよね。はい、いいですね。で、こんにちは。これ、しっかりできたよね。ちゃんと鏡もね、これね。あ、これさ、これ、ここなんかしたらさ、こんなにないのもない。ふん、あれがいいじゃない。これ火もさ、こうやってしたら消せるという。あれー、なんか出てきたよー。よし、これ難しいんだよな。けどあれやな、3もこのコントローラーでこの専用コントローラーでやった方がいいんじゃないか。あ、そっか、これ出てこないか。あ、これカットもできるんだね。マリオ、いいね。これもう引っこ抜いちゃう。これね、結構ね、なんかあの なんだっけ、謎解き要素も結構あったりするから結構面白かったりするんだよね。おー、お金お金お金とか、オリマー博士がくれればいいんだけど、オリマー博士、20歳の時から住んで、このお金を回収してないっておかしいだろうっていうね。このろうそくの火を消したのはお前か、愚かな者め。明かりが消えた。いや、危険なのよ。やはり奴らは何を、このすぐに現れるぞ。今、お前も、この前の赤い帽子のやつのように、闇の中にさまよい続けるがいい、永遠に。暗いところは怖がろう。そら、早速奴らが集まってきよった。わお。はいね、はいはや、うまいね。トレーニングの時2匹しか取れなかったから。はい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 、はい、下手くそはい、下手くそ。えい、やっせーおっせー、なんでなんでだ。ああうふー、このライトをつけてからのこの吸い込むまでのこの速度ね。なんやお前。これ明かりが勝手になるのは分からんけどな。はい、鍵。結構ね、隠し要素とかもね、結構あるのかな。攻略を見たことないけど。よし、こういうね、こういうところもなんかあったり、こういうところもあったり、なんかあったり。で、ルイジーマンションは2周目とかないから、あれだな。おぉ。攻略は最後なんか、ラスボスの前にちょっと見たい感じはあるな。あんま見ても変わらんか。うん。どこにいるんだい？あ、早いな、消えるの早いな。はい、すげー、はい、はい、ね、あー、いいね、いいね。お金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 、強そう強そう強そう、はい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 、さよなら。うますぎだろ俺、本当に初めてか。初めてじゃないけど、初回プレイじゃない、初見プレイじゃないよ。今さら言うけど、やったことあるよ。はい、はい、よっしゃい、はい、やったことはあるんですけど、あれなんですよね、あのクリアはしないんですよ。うん、痛い、殴られた。何お前、クソ。先に殺す。はい、しゃい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 、はい、はい、もう、危ない、うわー、うわー、いや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 、はい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 、終わり。初見プレイではないんですけど、あれなんですよね、最後のところまで行ってないというね。ゲームキューブはね、ちょっとね、最後までね、クリアできなかったゲームがすごい多いんですよね。なんでかって、ゲームキューブがよく壊れてたからだ。中学校の時か、小学校の時か、あれで、スマブラをね、みんなでね、ちょっとやりすぎてですね、本体を3台ぐらい変えて、その間でね、なんかもう、できない時期があったりして、もういいか、みたいな。まあ、ディスクなくなったりしたりしてね。ルイジーマンションはなんでクリアしないか忘れたっすよね。お、うまい、一発。
うまい。これ一発で倒せるよ。なかなかおらんぜ、これ。あ、これいいよ。2匹。2匹同時。いいよ、これ。うまい。めちゃくちゃうまいじゃん、俺。うますぎだろ。はいはいはい。あかり、トンセイゴ、お前何してんだよ。はい。よいしょよいしょよいしょ。お金がいっぱい。お金がいっぱい。はい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 。ああ、おお、バナナ滑ってあげたけど、ハートが。あ、早い。めちゃくちゃ早い。あ、お金がなくなっていく。いいんだ、別に。おら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 。よし、オッケー。あー、お金がもったいない。こういうね、全部ね、吸い尽くすっていうね。これやっちゃうよね、みんな。はい、ドゥー、はい。